鈴木光弘です。おはようございます。鈴木純子です。 FM916 AM1134 ラジコラジコプレミアムでお仕事中の方、病気ご療養中の方にもお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極み、今日から金曜日まで国丸さんお休みということで、本日はフリーアナウンサーの鈴木光弘さんにピンチヒッターをお務めいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。久しぶりですこの番組。 ね国丸さんのピンチヒッターも、はい、以前お務めくださったんですよ ね、 多分ね、何年前かな、ずいぶん前になりますピンチヒッター鈴木コンビもやってるんですよね。やってます。はい、で舞台では夫婦役をやってたりとか。あ、そうだそうなんですよ。すごい古いんですけど、中心グラッチェっていう。もう二十何年前、20は経ってないと思います。団体が覚えてないんですけどね、そのぐらいもう昔という話ですよ。でこういう光弘さんは実況はね、うん、もう今も現役でやってらっしゃいますけども、はい、生放送でのワイド番組っていうのは、いやだからスポーツ実況は大体生ですけどね、スポーツ実況以外でやるのは本当に久しぶりです、ね、文化放送時代以来です。なんかバクバクナイトっていう、あ、バクバク、これでも知ってる人どの、バクバクナイト大人食べちゃうぞって番組を文化放送ですね、今から26年か7年ぐらい前にやってたんですよ。夜毎日月曜から金曜まで夜のワイド番組だったんですけども、まあなんか畑違いの仕事をやってたでもその時はみんな子役が主役なんですよ。で子役の人たちが毎日大体 5,6 人出てきて、だからもうその時大体小学校 5,6 年生とか3年生とかぐらいなの で、でみんな役者やってて、途中NHK の大河に出てた子がいたんですけど、その後ちょっとわからない、もしかして聞いてて あれ出てたよっていうのがいるかもしれません、ね、もしいらしたらぜひメールファックスお寄せください、はい、もう30代ぐらいになってるのかな。いや30代はなってますよ、確実になってます。相槌を打っていただいて、ちゃんとご紹介するのをちょっと遅れておりました、はいはいはい、すいません。毎週火曜日のコメンテーターは双日総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんです。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。2週間前にちょっとご挨拶をさせていただきました。そうですね、お願いいたします。はい、はい、そして今日の、メールファックスのテーマなんですが、光弘さんが実況一筋40年ということもありまして、はい、スポーツよもやま話としたいと思います。ねえ、本当ですよ ねスポーツ、本当スポーツ一筋です、ほとんど、や、うん、やったことのない競技って何かいや、それはたくさんでもいろいろ数えてどのぐらいの種目やったのかなと思ったら、30種目ぐらいやってます。すごい実況してるの。どれが一番難しいですか。いや、難しいのはみんな難しいんですけど、ですからスポーツ競技って格闘技系、柔道とか、まあレスリングもそうです、そういうふうなのもありますよね。そうかそうか、技の名前とか、まあ、技の名前これありますよね、それからボール競技ありますよね、はいはい、まあ、サッカーも野球もそうですね、それから競馬とか、ね、オートレースとか、これは陸上につながるこの走る、トラックレースという、大きく分けてこれ3つがあって、これ3つの大体種目ができれば、ほとんどの種目は多分できると思います。そうか、ルールとも覚える格闘技と、はい、球技とレース、はいはい、ね、形を覚えればスポーツは多分これ3つに大きく分けられるんですよ。でルールをしっかり覚えておくと、大体この実況というのは多分できるんです。なるほど、はい、あ、そういうものか、そうするとだんだん競技数って増えていきますよね。いや、そういう目でスポーツ見たことないですよ。ね、でも文化放送時代は野球が中心でやってましたし、まあ、オリンピックとかワールドカップのサッカーとかも中継したんですけども、去年フリーになって今年が3年目なんですよ、去年野球だけで、数えた121試合中継しました。じゃほとんど休んでないってことですね。野球の実況だけ121っていうのは文化放送時代ないですよね。いやすごい、やっぱりフリーになると、はい、働く
くんです純ちゃんも働かないと断れなくなっちゃう今日からお休みですけど光弘さんはもう働きまくった3年とそうですよ3年本当そうです高校野球から全て大学野球まで、もう今年すでにオープン戦から5試合ぐらいも中継してますので、じゃあもう大変ですねもう、大変なんですよ吉崎さん。極みシアターで野球のお話をたっぷりと伺います。はい、今日のゲストは文化放送野球解説者もうお越しになっています、うん、松沼博久さんと熱狂的な広島カープファンとしてもおなじみの福井健二さんをお招きしまして、はい、プロ野球開幕直前スペシャルをお届けしますので、うん、今日のテーマはスポーツよもやま話ですが。リスナーの皆さんから優勝予想ですとか今シーズン期待する選手そして今のプロ野球に一言言いたい松沼さん福井さんへの質問などもお寄せくださいスポーツよもやま話ファックスは03-5403-1151 5403-1151メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です今日もメッセージをご紹介した方には国丸ジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りしますメールファックスをいただいたすべての方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットでプレゼントいたします今朝の鉄道の情報です JR 川越線は川越駅と南古谷駅の間で異音を確認した影響で現在も川越駅と大宮駅の間の上り電車に最大で15分ほどの遅れが出ていますのでご利用の方はご注意くださいその他の首都圏の主な JR 私鉄各線は平常運転しています国丸ジャパン極み今日のメニューですこの後すぐ深読みジャパン石崎さん、はい、今日は貿易戦争の戦い方、はい日本としてこのトランプさんの無理難題にどうやって立ち向かうかというそれを考えてみたいと思いますお願いします、はい、そして10時台11時台極みシアターは松沼博久さんと福井健二さんをお招きしてのプロ野球開幕直前スペシャルです12時7分からの5つの極み火曜日はスポーツの背景にあるドラマを極めるスポーツ情熱列島今日はスポーツライターの二宮俊夫さん1ヶ月前に開幕した J リーグの展望と見どころそして6月に行われますサッカーワールドカップの展望を伺っていきます国丸ジャパン極み午後1時までの生放送です FM916 AM1134 でお楽しみください最初のコーナーは深読みジャパンです深読みジャパンまずはこのニュースからです北朝鮮の要人用とみられる列車が中国入りし昨日北京に到着したことが分かりましたこれは複数の関係者が明らかにしたものです中国では北京の迎賓館や人民大会堂の周辺で厳戒警備が敷かれていてこうしたことから北朝鮮の最高指導部のメンバーが訪問している可能性も取り沙汰されています北朝鮮の要人がこの時期に中国を訪れたとすれば北朝鮮が来月から5月に韓国やアメリカとの首脳会談を控える中伝統的な友好国である中国側に会談について事前に直接説明し冷え込んだ中国との関係を修復する狙いがあるとみられますもう突然ですもんね朝このニュースが取り込んできましたよねびっくりしましたけど、ね、まあでもなんかどう見てもこれはジョンウン委員長本人が言ってるとしか思えないですね、はい、ただ安全保障上のことを考えるとですね、あんなに目立っていいことは何もないんで、はい、あれじゃなんかまるで狙ってくれと言ってるようなもんなんだけどでも考えてみたらねキム・ジョンウン委員長にとっては初めての首脳外交ですよね。そうですね。まず外遊も初めて。はい、初めて。はい、だから、相当ね、これ時間かけて準備したんだと思うんです。うん、で、考えてみたら、その先週まで中国は全国人民代表者会議、はい、全人代を20日までやってましたから、はい、その間はとても外国の賓客なんか受け入れられない。うん、それから1週間後の今日というふうに考えると、相当前から、ちょっと、よろしくね、と、俺行くからね、という話を前からしてたんじゃないでしょうか、ね。これ米朝会談の、はい、まあ、ことももちろん踏まえてってことなんですかね。米朝会談を、トランプさんが驚きの
OK をしたのって確か3月8日ぐらいだったんですから、それから慌てて、うん、おいと、と準備されたんじゃないでしょうかね。緑色の列車に黄色いラインが入ってるという。何もね、はい、そこも、ただ、国と国との、会合ですから、相当これプロトコールというかね、はい、国際儀礼もいろいろ、必要なんで、相当な、お付きの人も行ってるでしょうし、まあそういうのの下準備とかですね、結構、念入りにやってると思いますね。うん。でも相当これ準備をしてないと、あれだけの人数が入ってくわけですからね。ロジスティックスもね、相当、苦労してるでしょうね、両国ともにね。うん。でまあこれ、公にじゃあ、キム・ジョンウンさんが行ってるっていうのは、発表はしないわけですよね。どうでしょうね。終わってから発表するかもしれないですけれども、だってそもそも複数の関係者が明らかにしたものですっていう、このね、記事の書き方が、多分いくつかのルートで、やるよっていうふうに、まあ、知らせたかったんじゃないですかね。まあでもいろんなお願いもあって多分来てるんだと思いますけどね。そうですね。まあまあ仁義切りにというかね。はい、でもやっぱり北朝鮮にとって韓国と会うよりも北京に行く方が優先順位高いんですね。ということですよね。そういうことになりますよね。だから、ムンジェイン大統領としてはちょっとぐさですよね。うん、多分聞いてないでしょうから。ああ、そういうことですね。なんだ、俺が一番じゃねえのかよ。ピキッと。ピキですよね。来てますね、それはね。まあ、食料問題もね、いろいろあったりして、そのお願いなんかもちろんあるのかもしれませんけど。まあ、ひょっとしたらね、もうちょっと石油なんとかならないとか、そういう話もあるのかもしれないですね。まあ、このニュースは多分、後ほど、どんどんこう、明らかになっていくんだと思いますけどね。はい。さあ、それでは、石崎さん、今日の、本題に。本題なんですけど。貿易戦争の戦い方。ね、貿易戦争、これ本当ややこしくて、トランプさんが今打ち出している、まあ、貿易戦争、2種類実はあって、これちょっとごっちゃにしちゃいけないんですね。はい、一つは先週木曜日22日に発表した中国向けの、報復、まあ、制裁関税。という話です。で、これは、なんかすごい金額を言ってて、500億ドルから600億ドル。はい。ってことは、5兆円から6兆円って話ですよね。にかけると言ってるんですが、正式な内容は15日後に発表して、まあ、その後、パブコメってやつですね。パブリックコメントも受け付けた上で実行に移しますと。とにかく中国がけしからーんという話をしている。これが一つあります。はい、もう一つは先週金曜日にとうとう発動されちゃった鉄鋼とアルミニウムの追加関税という話があって、これは日本がなんと対象になってしまいまして、油断してたら逃げ遅れちゃったんじゃないかと。気がついたら EU も韓国もブラジルもオーストラリアもみんな逃げちゃっててですね、はい、本当にまともに食らってるのは日本と中国ぐらいで、何やってんだっていう、まあそういう感じもするんですが、まあこの二つの、貿易戦争、果たして日本としてどうやってこれから戦っていけばいいのかと、うん、結構悩ましいとこなんですよね。難しい戦いですよね、これはね。で、ただね、皆さん他の国はどうやって逃げたかというと、いろんな逃げ方があって、うん、例えばね、オーストラリアはどうやって逃げたかっていうと、オーストラリアがアメリカに送っている、鉄はね、だいたいカリフォルニア州のあたりで使ってると。はいはい、まあまあ、それはそうですよね。だから、オハイオとかペンシルベニアとか、トランプさんが気にしているラストベルトの鉄を、ロッキー山脈越えて持ってくと、うん、まず、全然間に合わない。はい、だから、我々あなたのためにやってるんだから、それにあんま関係ないですよ。はい、といろいろ申し開きをしたら、考えてみたら、おめんところは俺は貿易赤字じゃなくて黒字だから、許してやるということになったらしいんですね。はい、でもトランプさん、そうか。逃げ方っていうのはでも、で、難しいですね。そうそう、いろいろ難しくてね。で、特にちょっと問題なのは、これ今朝の日経新聞に詳しく記事が出てますけど、韓国との、はい、韓国の逃げ方はですね、はい、なんだかんだ言って数量制限をしたらしい。はい、まあ、内容は表沙汰になってないんですが、2015年ぐらいの韓国からアメリカに出した鉄鋼製品の量の7掛けぐらいにしますと。抑えますと。だから自主規制
ですね、うんうん、で自主規制ってのは本当はこれもう WTO ルールから言うと今だとアウトなんですが、はい、そうじゃないんですと、これは米韓 FTA の中の処理でございますと、うん、だから最後の一線は守っておりますというなんかよくわからないような理屈で、ご納得いただいたと、はい、だからまあ結局言い分は聞いたということですね、うん、まあだから量を減らした分だけ、黒字は減るという、うん、そういう説明なわけなんです、はいはい、で日本はですね、まあまさかあのトランプさんと安倍さんの関係もあるし大丈夫だろうと思ってたら露骨に食らっちゃって逃げ遅れちゃったんですが、全くそういうそれにそういう措置をしてなかった、うん、いやまあしたんでしょうけども、うん、まあ、ちょっとあのこんなことになっちゃったんですが、じゃあ一体日本はこれでどのくらいの被害を受けるかと計算してみましたら、これ昨年の2017年歴年ベース、1月から12月で、日本の対米鉄鋼輸出って2000億円ぐらいです。で2000億円というとまあ大きいような気もするんですが、対米輸出って年間15兆円あるんで1.4% なんですね、はいはい、でこの2000億円に、まあ、ほっとくと 25% の関税がかかって、まあ、500億円ぐらい上乗せになっちゃうと、まあ、多分この、輸出業者輸入業者困るわけですね、うん、一番考えられるのはその、自動車産業、アメリカのトヨタさんとか、ホンダさんとかがですね日本から入れてる鉄にかかった場合なんですが、はい、ただその場合もうなんか目に浮かぶようなんですけど、彼らから見るとそんなの全然 OK と、そんなことより円高の方が痛い。そうなんですね。で、あのこの騒ぎで1円ぐらい円高になるとですね、はい、多分トヨタさんだと1円で400億円ぐらいの損が出ちゃうんで、はあの関税よりもそっちの方がはるかに痛い、はい、うん、でもっと言うとですね、日本があのアメリカに輸出している自動車の量年間6兆円あの、つまりあの日本の対米輸出の4割って自動車なんです、はい、で日本の対米黒字はどのくらいかっていうとですね、対米輸入が8兆円なんで、15×8兆円で7兆円の黒字。ああこの数字の迫力の前にはなかなかこれトランプさんにご納得いただくのって難しそうでですね。そうですね。どう考えても。だからね、これね、2000億円は、はい、いや、これあの、こんなこと言うと鉄鋼メーカーの方には怒られるんですが、まあ、あんまりあの、痛くないふりをした方がいいんじゃないかなっていうくらいですかね。確かにまあ6兆円と2000億円って数字を比べてしまうとそうですけどね。で、あの、まあ、世間で言われてるのはですね、こうやって日本をいじめることで、はい、他の国はね、どうやって逃げたかというと、みんな FTA を、アメリカと FTA 結んでるから逃げられたんだと。はいはい、おめえは、なんで日米 FTA を結ばないんだっていうふうに言われるわけですよ。で、実はね、その度にあの日米経済協議ってものを作って、おたくはペンス副大統領、うちは麻生副総理、この二人でやりましょうって言ってたのが、実はね、バレちゃったんですね。あれ、ただのお前時間稼ぎだろう。で、あの皆さん2月にペンス副大統領日本来ましたよね、はい、あの、ね、ピョンチャン五輪の開会式出る直前に日本に来たけど、うん、なんであの時麻生さんと会わなかったか、日米経済協議3回目やれたのにやらなかった、はい、あの理由はね、アメリカ側から見透かされちゃったの。お前これただの時間稼ぎだろ成果出てねえじゃねえかって、3回やってね成果出なかったらこれペンスさんもね、メンツが立たないんで、それでどうも、やらなくていいって言われちゃったらしいんです。はあ、うん。つまりね、バレちゃったんです、こちらの狙いが。うん、完全に見透かされてるんですね、日本は、うん。でね、ただね、こっちもまた向こう見透かしてるところがあって、はい、本気で日米 FTA やる？オタクそんなマンパワーないでしょ。というのはアメリカ側の USTR って、もう、うん、要するにあの向こうはあの局長級以下の人材が全然埋まってないんで、アメリカの通商政策担当者って今とにかくナンバーワンがナフタ、
はい、ナフタの交渉がそもそもうまくいってないですが、カナダとメキシコと、うん、だ本当は3月末があの期限って言ってたのに、今4月にまでやるとか言ってるんです。あれ要するにカナダとメキシコが言うこと聞かないもんだから、はい、困ってて、で引っ込みがつかなくてこの、まあ、あのアルビだ中国だって話をしてるところがあるんで、ここもやっぱもうちょっと日本としてはですね、したたかに相手を見透かして、いや、うちは別に やってもいいですけれども、おたくそんな暇あんのという、まあそういう開き直り方があるんですね。で、さらに日本側の狙いは何かというと、ややこしい話なんですけど、これアメリカの通商交渉権限ってのはこれ期間限定なんですね。議会が政府に、まあ、お前に権限任すという、はい、TPA ってものがあってですね、はい、この TPA が今年の7月になると切れるんです、うん、あの2年間の期限で、オバマさんの時に TPP 通すために、与えた権限が2年間で切れちゃうんですね、うん、でこっちとしてはですね、それを待ってるとでそれが切れればもう、いや日米 FTA 私もやりたいけどさ、おたく今 TPA 切れてますよねというね。こう単純駆け引きですか、そこは。まあ、それは皆まで言わないですよ。うん、皆まで言わないけど、そんなね、でもおたくどうせ人でも足りないし、議会からの権限もそのうち切れちゃうし、うん、と言いつつ議会の方には、TPA あんまり延長しないでくださいねという、まあ、ロビーングを多分日本としてかけた方がいいと思うんですが、うん、そういうふうにやった方がこの問題の処理としては優れているのではないかなと、うんうん、貿易戦争いや、まあ、もちろん痛い、悔しいですよ、こんな、はい、こんなだって無茶なこと言ってるわけなんで、ただ無茶なことを言い出したのも、今月になっても、ゲイリー・コーンさんっていう経済担当補佐官の一番まともな人は辞めちゃったし、はい、国務長官やってた、レックス・ティラーソンクビになっちゃったし、うん、大人というかまともな人たちがもうどんどん辞めさせられていって、うん、やんちゃなトランプさんが今もう俺今何でもできるんだ、大統領って楽しいなとか言いながらやっちゃってる感じなんで、はい、ちょっと今制御不能になってるんで、だったらまあこうやってダメージコントロールをやっていく方がいいのかなと、で実はですね、もう一個のこの対中制裁、先週木曜日に言い出したやつがですね、はい、ひょっとしたらこっちの方がはるかに大きいかもしれない、大きいかもしれないっていうのはですね、500億ドルから600億ドルの関税をかけると言ったんだけど、この500から600億ドルが何の意味かよくわかんない、実は。もし、中身がわかんないですね。だから、中国からアメリカに行ってる輸出のうち500から600億ドル、それにしたら5兆円から6兆円に関税を 25% かけるという話であれば、掛け算で500兆円かける 25% っていうと、まあ、120兆円とか、150兆円とか、150億ドル。ってことは 1.5 兆円とか、はい、あんま大したことねえなっていう、アメリカ経済の規模からいくと、まあ、あんまりそれで物価上昇が起きるとか、それほどでもないんですよね。ところが、これね、これトランプさんの言うことだから怪しいんで、いや、そうじゃないんだと。中国から500億ドルの関税を取るんだと言ってるのかもしれないですね。中国からですね。うん、だって制裁だから。はいはいはい、で、500億ドルの制裁、関税を取るためには、25% を取るわけだから、2000億ドルの商品に 25% かけると、500億ドルになりますよね。はいはい。これはさすがにちょっとでかいなと、うん、でもこういう話がね、今の時点でどっちか分かんない、はあ、うん、ちょっと凄まじくないですか、これ。凄まじいですね、それは。ね、ちょっととても大国のやることとは思えない。そうですよ ね、 ね、でいや、どうなんですかって言うと、いや15日後に発表すると。え、15日後？いや、22日から15日後ですから、まあ、4月に入ってからですけど、うん、なんかね、わけ分かんない。はい。
いや、大体ですね、私に言わせれば、今の時代にね、関税で貿易をコントロールしようなんてのは、もうかなり論外な話でですね、日本の場合で言うとね、関税って年間どのくらいだと思います？日本の歳入のうち、1兆円ですよ。1兆円って、はい、もちろん金額大きいですけど、はい、タバコ税より多いけど、酒税より少ないんです、今。そうですか。タバコがね、8000億円ぐらいで、酒税が1兆2000億ぐらいなんで、まあだから500から600億ドルの関税取るとアメリカが言ってるの、これもかなりご無体というか、途方もないというか、まあ、むちゃくちゃなことを言ってるわけなんですが、じゃあこれがね、15日後にどうなるかっていうと、また多分トランプさんのことだから、どん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 下がってきて、で、あと今中国がもう必死こいていろいろ裏交渉をやってるみたいなんで、で、先週、この制裁だって話が出て、アメリカ株価がむちゃくちゃ下がったんですけど、ね、昨日また上がってんですよね。はいはい、で、どうも、またみんななんとなく、これあんま大したことないなっていう感じにどうもなってきてる。で、今更考えてみるとですね、アメリカが通商法301条って言い出したのは、最後に一体出たのいつかっていうと、クリントンの時ですね、うん。クリントン政権が日本に向けて発動した1994年の3月。あれも中間選挙のある年の3月だったなと。これも計算してそれ、もちろん、まあ、やってるのかどうかわかんないですけど。実はその、通商法301条の、はい、その94年3月の翌年に WTO という、はい、まあ、世界貿易機関ができて、これからはその通商問題はここで、まあ、みんなの見てる前で喧嘩しましょうってことになったんで、うん、もうこういう二国間のやり方はもうさすがに良くないと。それはもう世界ルール違反だってことでやってなかったんです。はい、まあ、それは突然復活させちゃったわけなんだけど、でも大体そういうものをアメリカが復活させるときっていうのは、まあ、中間選挙を控えたときに、なんかこの人気取りとかでやるというふうに、またかと、いう、まあ、それは多分ね、中国なんかから見ても、こんな時にやりやがってって感じでしょうね。これもリング上で今戦ってるわけですね。そうそう。いや、もうまさにね、実況中継の世界なんですけど。そうですね。いやー、だからね、これ、まあ、トランプさんはやっぱちょっとこのプロレス流のところがあって、はい、やっぱりね、自分のいいところを見せるためにはね、まあちょっと相手にも少し、うん、協力が必要なわけだよ。はい、だから、これで、いてとかなんか、いろいろね、リングの上でお互いにやってみせるようなところがないと、はい、大統領の相手は務まらないのかなと。いや、難しいで、相手が。ね、日本の対応の仕方もね。いや、もうね、はい、だって、しかも日本もこれ、北朝鮮問題っていうね、もっとややこしい問題が、これ同時並行でやんなきゃいけないんで、はい、あんまりこの問題でね、変に仮を作ると大変なことになるとかいうのもあって、はい、まあ、安倍さんはもう4月になったら、4月中旬ぐらいに、どうもワシントンへ行って、うん、日米首脳会談やるとかいう話ですけど、この問題どうしりゃいいのかと。まあ、スポーツは筋書きのないドラマって言いますけども、はいはい、このリング上の戦いっていうのは筋書きは、どうなんですかね、それは。とりあえずなんかロープに投げられたら、見られ、ね、慣れた方がいいのか、ね。いいのかね。やっぱね、あうんの呼吸みたいなのがあるんじゃないでしょうかね。だから、やっぱマジレスしちゃいけないですね。マジレスしたり切れたりしちゃいけなくて、これトランプさんが当選した時にね、アメリカのメディアの中で言われた反省の言葉で、Don't take him literally, but seriously と、彼のことを、一言一句にとらわれちゃいけないと。真面目に受け止めなきゃいけないけど、一言一句に反応しちゃいけないと。で、トランプ支持者ってのは、トランプさんのことを真面目に受け止めたけど、あの人が言ってる、メキシコに壁だとかなんか、そういう一言一句には、見逃していたという。だから、この法則がね、多分今回も当てはまるんじゃないかな。あんまり一言一句に反応しちゃいけないと。まあ、真面目に受け止めなきゃいけないんだけど。うん、どういうゴングが鳴るんだろうね。これはちょっとね、実況中継お願いしたいところですかね。そうですね。はい。
ということで、もう戦争はプロレスと一緒だと、はい、いうことですから。はい、今日は総立総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。TPP 通すために、与えた権限が2年間で切れちゃうんですね。うん、でこっちとしてはですね、それを待ってるとでそれが切れればもう、いや日米 FTA 私もやりたいけどさ、お宅今 TPA 切れてますよねというね。こう単純駆け引きですか、そこは。まあ、それは皆まで言わないですよ。皆まで言わないけど、そんなね、でもお宅どうせ人手も足りないし、議会からの権限もそのうち切れちゃうし、と言いつつ議会の方には、TPA あんまり延長しないでくださいねという、まあ、ロビーングを多分日本としてかけた方がいいと思うんですが、そういうふうにやった方がこの問題の処理としては優れているのではないかなと。うん、貿易戦争いや、まあ、もちろん悔しいですよ、こんな、はい、こんな、だって無茶なこと言ってるわけなんで。ただ無茶なことを言い出したのも、今月になっても、ゲイリー・コーンさんっていう経済担当補佐官の一番まともな人は辞めちゃったし、はい、国務長官やってた、レックス・ティラーソンクビになっちゃったし、うん、大人というかまともな人たちがもうどんどん辞めさせられていって、やんちゃなトランプさんが今もう俺今何でもできるんだ、大統領って楽しいなとか言いながらやっちゃってる感じなんで、はい、ちょっと今制御不能になってるんで、だったらまあこうやってダメージコントロールをやっていく方がいいのかなと。で実はですね、もう一個のこの対中制裁、先週木曜日に言い出したやつがですね、はい、ひょっとしたらこっちの方がはるかに大きいかもしれない。大きいかもしれないっていうのはですね、500億ドルから600億ドルの関税をかけると言ったんだけど、この500から600億ドルが何の意味かよくわかんない、実は。もし、中身がわかんないですね。だから中国からアメリカに行ってる輸出のうち500から600億ドル、それにしたら5兆円から6兆円に関税を 25% かけるという話であれば、掛け算で500兆円かける25%っていうと、まあ、120兆円とか、150兆円とか、150億ドル。ドルってことは、1.5 兆円とか、はい、あんま大したことねえなっていう、アメリカ経済の規模からいくと、まあ、あんまりそれで物価上昇が起きるとか、それほどでもないんですよね。ところが、これね、これトランプさんの言うことだから怪しいんで、いや、そうじゃないんだと。中国から500億ドルの関税を取るんだと言ってるのかもしれないですね。中国からですね。うん、だって制裁だから。はいはいはい。で、500億ドルの制裁、関税を取るためには 25% を取るわけだから、2000億ドルの商品に 25% かけると500億ドルになりますよね。はいはい。これはさすがにちょっとでかいなと。でも、こういう話がね、今の時点でどっちかわかんない。はぁ。うん。ちょっと凄まじくないですか、これ。凄まじいですね、それは。ねえ、ちょっととても大国のやることとは思えない。そうですよね。ねえ、いや、どうなんですかって言うと、いや、15日後に発表すると。15日後。いや、22日から15日後ですから、まあ4月に入ってからですけど、なんかね、わけわかんない。いや、大体ですね、私に言わせれば、今の時代にね、関税で貿易をコントロールしようなんてのは、もうかなり論外な話でですね、日本の場合で言うとね、関税って年間どのくらいだと思います？日本の歳入のうち、1兆円ですよ。1兆円。1兆円って、はい、もちろん金額大きいですけど、はい、タバコ税より多いけど、酒税より少ないんです、今。あ、そうですか。タバコがね、8000億円ぐらいで、酒税が1兆2000億ぐらいなんで、まあだから500から600億ドルの関税取るとアメリカが言ってるの、これはかなりご無体というか、途方もないというか、まあ、むちゃくちゃなことを言ってるわけなんですが、
じゃあこれがね、15日後にどうなるかっていうと、また多分トランプさんのことだから、どん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 下がってきて、で、あと今中国がもう必死こいていろいろ裏交渉をやってるみたいなんで、で、先週、この制裁だって話が出て、アメリカ株価がむちゃくちゃ下がったんですけど、ああ、そうですね。昨日また上がってんですよね。はいはい、で、どうも、またみんななんとなく、これあんま大したことないなっていう感じにどう思う？オープン戦から5試合ぐらい中継してますので。じゃあもう大変ですね、もう。大変なんですよ、吉崎さん。あの、極みシアターで野球のお話をたっぷりと伺います。はい、今日のゲストは、文化放送野球解説者、もうお越しになっています、うん、松沼博久さんと、熱狂的な広島カープファンとしてもおなじみの福井健二さんをお招きしまして、プロ野球開幕直前スペシャルをお届けしますので、今日のテーマ、スポーツよもやま話ですが、リスナーの皆さんから優勝予想ですとか今シーズン期待する選手、そして今のプロ野球に一言言いたい松沼さん福井さんへの質問などもお寄せください。スポーツよもやま話、ファックスは03-5403-1151 54-03-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りします。メールファックスをいただいたすべての方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットでプレゼントいたします。今朝の鉄道の情報です。 JR 川越線は川越駅と南古谷駅の間で異音を確認した影響で、現在も川越駅と大宮駅の間の上り電車に最大で15分ほどの遅れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。その他の首都圏の主な JR 私鉄各線は平常運転しています。国丸ジャパン極み、今日のメニューです。この後すぐ深読みジャパン、石崎さん、はい、今日は貿易戦争の戦い方、戦い方、はい、日本としてこのトランプさんの無理難題にどうやって立ち向かうかというそれを考えてみたいと思います。お願いします。そして10時台11時台極みシアターは、松沼博久さんと福井健二さんをお招きしてのプロ野球開幕直前スペシャルです。12時7分からの5つの極み、火曜日はスポーツの背景にあるドラマを極めるスポーツ情熱列島、今日はスポーツライターの二宮俊夫さん、1ヶ月前に開幕した J リーグの展望と見どころ、そして6月に行われますサッカーワールドカップの展望を伺っていきます。国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。 FM916AM1134 でお楽しみください。最初のコーナーは深読みジャパンです。深読みジャパン、まずはこのニュースからです。北朝鮮の要人用とみられる列車が中国入りし、昨日北京に到着したことが分かりました。これは複数の関係者が明らかにしたものです。中国では北京の迎賓館や人民大会堂の周辺で厳戒警備が敷かれていて、こうしたことから北朝鮮の最高指導部のメンバーが訪問している可能性も取り沙汰されています。北朝鮮の要人がこの時期に中国を訪れたとすれば、北朝鮮が来月から5月に韓国やアメリカとの首脳会談を控える中、伝統的な友好国である中国側に会談について事前に直接説明し、冷え込んだ中国との関係を修復する狙いがあるとみられます。もう突然ですもんね、朝このニュースが取り込んできましたよね。びっくりしましたけどね。まあでもなんかどう見てもこれは、ジョンウン委員長本人が言ってるとしか思えないですね。はい。ただ安全保障上のことを考えるとですね、あんなに目立っていいことは何もないんで、はい、あれじゃなんかまるで狙ってくれと言ってるようなもんなんだけど、でも考えてみたらね、キム・ジョンウン委員長にとっては初めての首脳外交ですよね。そうですね。まず外遊も初めて。はい、初めて。はい、だから、相当ね、これ時間かけて準備したんだと思うんです。で、考えてみたら、その先週まで中国は全国人民代表者会議、はい、全人代を20日までやってましたから、はい、その間はとても外国の賓客なんか受け入れられない。それから1週間後の今日というふうに考えると、相当前から、ちょっと、よろしくね、と、俺行くからね、という話を前からしてたんじゃないでしょうか、ね、米朝会談の、はい、まあ、ことももちろん踏まえてってことなんですかね。米朝会談を、トランプさんが驚きの
OK をしたのって確か3月8日そのぐらいですぐらいだったんですから、それから慌てて、うん、おい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 と、と準備されたんじゃないでしょうかね。緑色の列車に黄色いラインが入ってるという。そうそうそう。何もね、はい、そこも、ただ、国と国との、会合ですから、相当これプロトコールというかね、はい、国際儀礼もいろいろ、必要なんで、相当な、お付きの人も行ってるでしょうし、まあそういうのの下準備とかですね、結構、念入りにやってると思いますね。してなかった。いや、まあしたんでしょうけども、まあちょっと、こんなことになっちゃったんですが、じゃあ一体日本はこれでどのくらいの被害を受けるかと計算してみましたら、これ昨年の2017年歴年ベース、1月から12月で、日本の対米鉄鋼輸出って2000億円ぐらいです。で、2000億円というと、まあ大きいような気もするんですが、対米輸出って年間15兆円あるんで、1.4% なんですね。はいはい。で、この2000億円に、まあ、ほっとくと 25% の関税がかかって、まあ、500億円ぐらい上乗せになっちゃうと、まあ、多分この、輸出業者、輸入業者困るわけですね。うん、一番考えられるのは、その、自動車産業。アメリカのトヨタさんとか、ホンダさんとかがですね、日本から入れてる鉄にかかった場合なんですが、ただ、その場合、もうなんか目に浮かぶようなんですけど、彼らから見ると、そんなの全然 OK と。そんなことより円高の方が痛い。そうなんですね。で、この騒ぎで1円ぐらい円高になるとですね、多分トヨタさんだと1円で400億円ぐらいの損が出ちゃうんで、関税よりもそっちの方がはるかに痛い。はい、うん、で、もっと言うとですね、日本が、アメリカに輸出している自動車の量、年間6兆円。つまり日本の対米輸出の4割って自動車なんです。はい、で、日本の対米黒字はどのくらいかっていうとですね、対米輸入が8兆円なんで、15×8兆円で7兆円の黒字。この数字の迫力の前にはなかなかこれトランプさんにご納得いただくのって難しそうでですね。そうですね。どう考えても。だからね、これね、2000億円は、いや、これこんなこと言うと鉄鋼メーカーの方には怒られるんですが、まあ、あんまり痛くないふりをした方がいいんじゃないかなっていうくらいですかね。確かにまあ6兆円と2000億円って少し数字を比べてしまうとそうですよね。で、まあ、世間で言われてるのはですね、こうやって日本をいじめることで、他の国はね、どうやって逃げたかというと、みんな FTA を、アメリカと FTA 結んでるから逃げられたんだと。はいはい、おめえは、なんで日米 FTA を結ばないんだっていうふうに言われるわけですよ。で、実はね、その度に日米経済協議ってものを作って、おたくはペンス副大統領、うちは麻生副総理、この二人でやりましょうって言ってたのが、実はね、バレちゃったんですね。あれ、ただのお前時間稼ぎだろう。で、皆さん、2月に、ペンス副大統領、日本来ましたよね。はい、ピョンチャン五輪の開会式出る直前に日本に来たけど、うん、なんであの時麻生さんと会わなかったか。日米経済協議3回目やれたのにやらなかった。はい、あの理由はね、アメリカ側から見透かされちゃったの。お前これ、ただの時間稼ぎだろ。成果出てねえじゃねえかって。3回やってね、成果出なかったら、これ、ペンスさんもね、メンツが立たないん で、ね、それでどうも、やらなくていいって言われちゃったらしいんです。はあ、うん。つまりね、バレちゃったんです、こちらの狙いが。完全に見透かされてるんですね、日本は、うん。でね、ただね、こっちもまた向こう見透かしてるところがあって、はい、本気で日米 FTA やる？オタクそんなマンパワーないでしょ。というのはアメリカ側の USTR って、もう、うん、要するに向こうは局長級以下の人材が全然埋まってないんで、アメリカの通商政策担当者って今とにかくナンバーワンがナフタ。はい。ナフタの交渉がそもそもうまくいってないんですが、カナダとメキシコと。うん、だ本当は3月末が期限って言ってたのに、今4月にまでやるとか言ってるんです。あれ要するにカナダとメキシコが言うこと聞かないもんだから、はい、困ってて、で、引っ込みがつかなくて、この、まあ、アルビだ中国だって話をしてるところがあるんで、
ここもやっぱもうちょっと日本としてはですね、したたかに相手を見透かして、いや、うちは別に やってもいいですけれども、お宅そんな暇あんの?という、まあそういう開き直り方があるんですね。で、さらに日本側の狙いは何かというと、ややこしい話なんですけど、これアメリカの通商交渉権限というのはこれ期間限定なんですね。議会が政府に、まあ、お前に権限任すという、はい、TPA ってものがあってですね、はい、この TPA が今年の7月になると切れるんです。あの、2年間の期限で、オバマさんの時に、鈴木光弘です。おはようございます。鈴木純子です。 FM916AM1134 ラジコ、ラジコプレミアムでお仕事中の方、病気ご療養中の方にもお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極み、今日から金曜日まで国丸さんお休みということで、本日はフリーアナウンサーの鈴木光弘さんにピンチヒッターをお務めいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久しぶりですこの番組ね。ねえ、国丸さんのピンチヒッターも以前お務めくださったんですよ ね、はい、ね、何年前かな、ずいぶん前になります。ピンチヒッター鈴木コンビもやってるんですよね。やってます、はい、で舞台では夫婦役をやってたり。あ、そうだそうなんですよ。すごい古いんですけど、中心グラッチェっていう、もう20何年前、20は経ってないと思います。経ってない10、20年だいたい覚えてないんですけど ね、そのぐらいもう昔という話ですよ。でこういう、あの、光弘さんは実況はね、うん、もう今も現役でやってらっしゃいますけども、はい、生放送でのワイド番組っていうのは、いや、だからスポーツ実況はだいたい生ですけどね、スポーツ実況以外でやるのは本当に久しぶりです、ね、文化放送時代以来です。なんかバクバクナイトっていう、バクバク、これでも知ってる人どのバクバクナイト、大人食べちゃうぞって番組を文化放送でですね、今から26年か7年ぐらい前にやってたんですよ。夜、毎日月曜から金曜まで夜のワイド番組だったんですけども、まあなんかあの畑違いの仕事をやってたので、でもその時はみんな子役が、子役が主役なんですよ。で子役の人たちが毎日大体 5,6 人出てきて、だからもうその時大体小学校 5,6 年生とか3年生とかぐらいなので、でみんな役者やってて、途中あの NHK の大河に出てた子がいたんですけど、その後ちょっとわからない、もしかして聞いてて あれ出てたよっていうのがいるかもしれません。もしいらしたらぜひメールファックスお寄せください、はい、もう30代ぐらいになってるのかな。いや30代はなってますよ、確実になってます。相槌を打っていただいて、あのちゃんご紹介するのをちょっと遅れておりました、はい、すいません。毎週火曜日のコメンテーターは双日総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんです、はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。2週間前にちょっとご挨拶をさせていただきました。そうですね、お願いいたします。はい、はい、そして今日の、メールファックスのテーマなんですが、光弘さんが実況一筋40年ということもありまして、はい、スポーツよもやま話としたいと思います。ねえ、本当ですよ ね、スポーツ、本当スポーツ一筋です、ほとんど、や、うん、やったことのない競技ってなんかいや、それはたくさんあるんだけど、でもあのいろいろ数えてどのぐらいの種目やったのかなと思ったら、30種目ぐらいやってます。すごい実況してるの。どれが一番難しいですか。いや、難しいのはみんな難しいんですよ。ですからあの、スポーツ競技って格闘技系、柔道とか、まあ、レスリングもそうです、そういうふうなのもありますよね。そうかそうか、技の名前とか、まあ、技の名前これありますよね、それからボール競技ありますよね、はいはい、まあ、サッカーも野球もそうですね、それからの競馬とか競馬、ね、オートレースとか、これは陸上につながるこの走る、トラックレースという、大きく分けてこれ3つがあって、これ3つの大体種目ができれば、ほとんどの種目は多分できると思います。そうか、ルールとも覚える格闘技と、はい、球技とレース、はいはい、ね、系を覚えればスポーツは多分これ3つに大きく分けられるんですよ。でルールをしっかり覚えておくと、大体この実況というのは多分
的な。なるほど、はい、あそういうものか、ね、そうするとだんだんの競技数って増えていきますよね。いやそういう目でスポーツ見たことないですよ。ね、でも文化放送時代はあの野球が中心でやってましたし、まあ、オリンピックとかワールドカップのサッカーとかも中継したんですけども、去年フリーになって今年が3年目なんですよ、去年野球だけで、数えた121試合中継しました、じゃほとんど休んでないってことですね。野球の実況だけ121っていうのは文化放送時代ないですよね。いやすごい、ね、フリーになると、はい、じゃあもう働かないと断れなくなっちゃう。皆さん今日からお休みですけど、光弘さんはもう働きまくった。そうですよ、3年と3年本当そうです。高校野球から全て大学野球、もう今年すでにでも相当これ準備をしてないと、あれだけの人数が、入っていくわけですからね、ロジスティックスもね苦労してるでしょうね、両国ともにね。まあ、これ公にじゃあ金正恩さんが言ってるっていうのは発表はしないわけですよね。どうでしょうね、終わってから発表するかもしれないですけれども、あのだってそもそも複数の関係者が明らかにしたものですっていうこの、ね、記事の書き方が、ね、多分いくつかのルートで、やるよっていうふうにまあ知らせたかったんじゃないですかね。まあでもいろんなお願いもあって多分来てるんだと思いますけどね。そうですね。まあまあ仁義切りにというかね。はい、でもやっぱりあの北朝鮮とって韓国と会うよりも北京に行く方が優先順位高いんですね。ということですよね。そういうことになりますよね。だからあのムンジェイン大統領としてはちょっと愚策ですよね、多分聞いてないでしょうから。ああそういうことですね。なんだ俺が一番じゃねえのかよ、ピキッとピキですよね、来てますね、それはね、まあ、あの食料問題もねいろいろあったりして、そのお願いなんかもちろんあるのかもしれませんけど、まあ、ひょっとしたらね、あの、もうちょっと石油なんとかならないとかそういう話もあるのかもしれないです ね、まあ、このニュースは多分後ほどどん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 こう明らかになっていくんだと思いますけどね。さあそれでは石崎さん、はい、今日の本題に本題なんですけど、貿易戦争の戦い方、ね、貿易戦争もこれ本当ややこしくて、トランプさんが今打ち出している、まあ、貿易戦争 2種類実はあって、これちょっとごっちゃにしちゃいけないんですね、はい、一つはあの先週木曜日22日に発表した中国向けの、報復、まあ、制裁関税という話です。で、これは、なんかすごい金額を言ってて、500億ドルから600億ドル。はい。ってことは、5兆円から6兆円って話ですよね。にかけると言ってるんですが、正式な内容は15日後に発表して、まあ、その後、パブコメってやつですね。パブリックコメントも受け付けた上で実行に移しますと。とにかく中国がけしからーんという話をしている。これが一つあります、はい、うん。もう一つは先週金曜日にとうとう発動されちゃった鉄鋼とアルミニウムの追加関税という話があって、これはあの日本がなんと対象になってしまいまして、油断してたら逃げ遅れちゃったんじゃないかと、気がついたら EU も韓国もブラジルもオーストラリアもみんな逃げちゃっててですね、はい、本当にまともに食らってるのは日本と中国ぐらいで、何やってんだっていう、まあそういう感じもするんですが、まあこの二つの、貿易戦争、果たして日本としてどうやってこれから戦っていけばいいのかと、結構悩ましいとこなんですよね。難しい戦いですよね、これはね。で、ただね、皆さん他の国はどうやって逃げたかというと、いろんな逃げ方があって、例えばね、オーストラリアはどうやって逃げたかっていうと、オーストラリアがアメリカに送っている、鉄はね、だいたいカリフォルニア州のあたりで使ってると。はいはい、まあまあ、それはそうですよね。だから、オハイオとかペンシルベニアとか、トランプさんが気にしているラストベルトの鉄を、ロッキー山脈越えて持ってくと、まず、全然、間に合わない。はい、だから我々あなたのためにやってるんだから、それにあんま関係ないですよ、はい、といろいろ申し開きをしたら、考えてみたらおめんところは俺は貿易赤字じゃなくて黒字だから許してやるということになったらしいんですね。はい、でもトランプさんそうか、逃げ方っていうのはでも、で難しいですね。そうそう、いろいろ難しくてね。で、特にちょっと問題なのは、これ今朝の日経新聞に詳しく記事が出てますけど、韓国との、はい、韓国の逃げ方はですね、はい、なんだかんだ言って数量制限
をしたらしい、はい、まあ、内容はあの表沙汰になってないんですが、2015年ぐらいの韓国からアメリカに出した鉄鋼製品の量の7掛けぐらいにしますと、抑えますと。だから自主規制ですね、うんうんうん、で自主規制ってのは本当はこれもう WTO ルールから言うと今だとアウトなんですが、はい、そうじゃないんですと。これは米韓 FTA の中の処理でございますと、うん、だから最後の一線は守っておりますというなんかよくわからないような理屈で、はい、ご納得いただいたと、はい、だからまあ結局言い分は聞いたということですね、うん、まあだから量を減らした分だけ、黒字は減るというそういう説明なわけなんです、はいはい、で日本はですね、まあまさかあのトランプさんと安倍さんの関係もあるし大丈夫だろうと思ってたら露骨に食らっちゃって逃げ遅れちゃったんですが全くそういうするにそういう措置